はいこんにちは自営業専門の税理士川南です本日の動画はビジネスで成功するための話についてなんですが耳が痛い人もいると思いますので閲覧注意です私はオンラインサロン、ツイッター、インスタグラム、TikTok もやっておりますのでぜひそちらも合わせてチェックお願いしますそれでは早速本日の内容に行ってみましょう はい、それでは早速本日の内容、閲覧注意なんですけど、ビジネス大きな勘違いについて動画で解説していきたいと思います。それでは早速本日の流れです。本日の要点です。 儲けたいのか儲けたくないのか一体どっちキラキラ企業の勘違い楽に稼ぐ方法を求めて最後にね成功する人の特徴について紹介したいと思います本日の内容もしかしたら耳が痛いなとかね自分当てはまってるなっていう方ももしかしたらいるかと思うんですけど成功する人ビジネスがうまくいっている人がどういうことをしているのか実際こういうことはしていないんですよっていうねビジネスがこの点甘いんじゃないですかっていう点を本日はちょっと解説していきたいと思います 本当に儲けたいのっていうこの疑問です。皆さん、確かにね、ビジネスももちろんうまくいった方がいいに決まってますし、儲けたいっていう気持ちね、もちろんあると思うんですよ。だけど、 赤字だしいいよねとか税金が怖くてっていうので開業届とか確定申告を実は届け出をしていないもしくは確定申告出していないっていうような方が実際中にはいらっしゃいますでねこの開業届と確定申告っていう基本的なルールなわけですよその出さなくていいっていうルールではないんですね基本的にお店をオープンする1ヶ月以内に開業届は出しますしもしお店を初めてね開業届を出してなくてもその年は売上があった利益があった場合には確定申告を するというのが基本的なルール。基礎の話です。定申告をしなくてもいいケースっていうのはあるんですけど、そういう上げよし取りをせずに、基本的にビジネスを始めたら、開業届確定申告、税金経理はついてくるものだと思ってください。これを意外と嫌なところは逃げて、うまいとこだけ取ろうという方が一定数いらっしゃるんです。そしてね、そういう方がよく言うのは、誰々さんも出してないと思うとか、確定申告あの人も確かしていないよっていう言い訳をする方がいるんですけど、これはこれ。それはそれ。 ああの人はあの人人はは自自分分ですよねもし万が一何か調査があった時に無申告の場合にはペナルティーが課されますですのでその人がそうしてたから自分もそうしたなんて言い訳は全く通用しないという,うに思ってください自分の責任は自分で取るのがビジネスですそしてこの税金の支払いが嫌だとか税金が高いっていう理由で、まあ、例えば確定申告をしていないとかもうめんどくさいからわからないどうしても本業が忙しくてできないというような理由で確定申告をしていないというような方が中には一定数いらっしゃるかと思うんです 思うんですね。でも、先ほど言ったようにビジネスを始めると言ったら、経理税金確定申告はセットでどうしても日本の国にいる上況ついてくるんです。その逃げれるわけではないんですよね。基本的なルールになってます。よくある言い訳としてはまあ、趣味の範囲だからいいよね。っていうふうなことを言う方がいるんですけども、本当に趣味でボランティアならそれでいいと思います。趣味の範囲で全く儲ける気がない。ボランティアでね。そんな料金も取らずに、何か手作りのものを誰か友人とか親戚にあげている。そのような範囲。 本当に趣味の範囲ならいいんですけどこういう趣味の範囲だからっていう人に限って でももともと趣味の範囲でしてるっていう前提で動いているから儲かるわけないですよね。そんなんでわーワーってうまくいったら、えー、多分確定申告しようとか税金払うからちゃんときちんと相談しようと思ってるんですけどはっきり言って順序が逆なんですよ。だから腹をくくってないからこういうことをしてないわけで趣味の範囲内で続けてるっていうことなのでそれはうまくいくわけないですよね。 っていう話なんですでもう一つよく聞くセリフが「赤字だから申告しなくていいよね」とか「自分は赤字だからいいですよね適当で」とかいう言葉もたまにおあの言う方いらっしゃるんですけどそのの赤字だだからいいいいいよねっててううはビジネスにおいておかしなセリフだっていうことにまず気がいいてくださいこれもいくら自分が今赤字なのかもちろんビジネス経営をするにあたっては把握しなければいけないですしそして赤字だからじゃあどうしたら黒字化になるのかとか何年後から黒字化になるのかじゃあ赤字になる理由は何なのか改善していかない とビジネスっていうのは伸びることは絶対にないことになってるんですそんなミランクルな方法ないですよねなので赤字だからいいよねっていう理由もちょっとおかしいかなっていう風に正直思いますで例えばですけど赤字だからいいよねっていう方はもしね青色申告で申告をすると赤字をねそのまま引き継いでくれてね何年後か儲かった時のその赤字の部分と相殺してくれますのでそういう意味でもきちんとしておいた方が後々自分がお得になる場合がありますのでこの赤字だからいいよねっていうのも良くないかなと思います はい、それでは次はこのキラキラ起業家の感じが一時期ね、流行りましたけど、このキラキラ起業家が悪いとか言うわけではなくて、いい悪いの話は何か分かりやすいかなっていう方で、このね、ワード、ワーワードとして使いました。えーと、キラキラ起業家が悪いとかそういうものではありません。共通点があるのでね、そちらを順番に紹介していきます。よくね、ありのままの自分でいいでしょうっていう言い方をする方がいると思うんですよ。まあもちろん人間ですから、欠点もありますし、悪いところもあります。それはそれでいいと思います。ビジネスだからって言ってね、その欠点を何とかしようとかっていうよりも、やはりいいところ、長所、 クインのとととこころを伸ばしていいいくく方がビジネスはうままカチッとはまりすますののででそんただ、このありのままの自分というのにポイント、癖のポイントがあるかなと私は思っています。普段の生活をしていくにおいてなら、このありのままの自分とかいうのは全然 OK なんですよ。ビジネスにおいては違うんです。えー、皆さんビジネスを始めると結局やりたいことをするために自分の苦手なこと、これは手つかずだったこと、本当はやらないといけないんだけど、ずっとそのまま置いてきたものと向き合わないといけない、もしくはそれに取りかからないといけなくなります。 ビジネスするって自分とと向き合うことで自分の欠点や長所いいところ悪いところと向き合うことなんですねそしてやりたいことのために本当は今まで避けていたあれにチャレンジしたり挑戦するからこの人生がうまくいくというかビジネスがうまくいき始めるんですそのままの自分でビジネスがうまくいっている方と私本当に今のところ知らないですねやっぱ顧問のお客さんでも伸びてる方はやることやっていますしなんかありのままの自分で今のだけのんだろう特にチャレンジするわけでもなく緩いままの自分で 自分ねうまくいくんだったら多分みんな必死になってビジネスしてないと思うんですよねそしてこれもよくあるワードなんですけどあの人はどうしてみたいな話まあ要はこれ妬みというかやかみというかまあどうしても他人とね比較してしまったりもちろんあると思いますよ同業と比較したりなんかあの人うまくいってるような気がするとかいうふうに思うことあると思うんですよ上を見ればキリがないですし下を見てもねキリがないと思いますその場合によく皆さん振り返ってほしいポイントがあってこれは表面上の成績もしくは表面上の成功だけを見ていないかということです 要はうまくいったところだけを見ていてその過程その人が一体どれぐらい努力したとか一体どれぐらいの投資をしたかとかもしくはねそのためにあの高いお金を払って何か勉強してるかもしれませんよねそういうところを見ずに表面上の成功だけ見てうらやましいなと思ってないかっていうのを振り返ってほしいなと思いますそして結局は行動量と作業量の圧倒的な違いが原因ですあの伸びている方見ていると行動量がすごい多い圧倒的な量をしていますそして作業量も違いますとにかく試してみて 数をこなすやってみてまた考えてトライエラーをしてるっていうのがやはり成功している人の特徴だと思いますそしてやっぱり行動していくからやっぱ今までね苦手だったこととか避けていたことに挑戦してみたりとかここだけはと思っていたものでトライしていくから挑戦していくから次の扉が開いたり次の道が開いたりしていてどんどんとなんかうまくいってるように他の人から見るとね簡単にうまくいってるように見えるだけだと思います次に成功している人の特徴について説明していきます成功すする人の特徴です私が見ていてい あの客観的というか個人的な意見になるかもしれないですしねこれもしかしたら他のねこういうのもあるんじゃないかっていうのはあるかと思うんですけど今日はねこれの論点に絞って紹介していきたいと思いますまあ、要は結局当たり前のことができる人ですこの当たり前のことを当たり前にするっていうことが意外と皆さんできてるようでできていなかったりしますじゃあどういうことかというと掃除挨拶ですこれ意外と思いませんか皆さんえそんな掃除挨拶なんてなんかね幼稚園の頃から教えてもらってるし小学校の頃からずっと言われてることなのにでも意外とできない人いますよ、ね 例えばお店行った時掃除についてなんですけど、まあ、パッと入ってすごく汚いお店ってないと思うんですけど例えば物が溢れてきていてお客さんの目に留まるようなところに物が置いてあるところとかあのたまたまねどうしても業者さんが来たタイミングで、ね、荷物が置いてあるみたいなことは、ね、やはりあるかと思うんですけどその普段の,その在庫的なものとか,なんかあずっとここに置いてあるだろうなっていうものが置いてきたりするとやはりそういうお店ってなんとなくやっぱりうまくいかなくなるんですよね不思議と。あと挨拶です挨拶拶でですすなんんて当たたり前ですよねお客さんが来ららいらっしゃいませ 出ていく時にはありがとうございましたって言うと思うんですけどみんなだってこんなの当たり前だよねと思ってると思うんですけどでもないですか例えばどこどこかの飲食店に行ったときに挨拶がないとか、まあ、もちろんね忙しいタイミングでどうしても手が離せなかった気がつかなかったっていう時はあるかと思いますよでもいつも挨拶ないんだよねあそことかその気持ちいい挨拶じゃないとかですねまあ、そっけない態度とかこれはその人だけじゃなくねスタッフさんに問題がある場合もあるかと思うんですけどこの当たり前なんだけどこの2個ができているお店っていうのはまず1つ目のポイント そしてね先ほど言ったようにありのままと自分なんですけどじゃあ掃除と挨拶さえしてたらお金が降ってくるのビジネスがうまくいってくるのっていうのはまたちょっと違いますよねこれをやってれば絶対にうまくいくでしょっていう風に思わないでくださいこれは基本的なことなんですけどやはりこのあ掃除と挨拶ができる人は成功する人の特徴として挙げられるよということですはいそして2つ目のポイントなんですけどやはり常にビジネスを考えている、まあ、お客さんのことを考えている、まあ、ビジネスのことを考えている人だなと思いますで行動力がある人ですね そして人のために動ける人ですおたくさんがこういう風に思ってらっしゃるんじゃないかということで付加価値を提供できたりとかきっとこういう風にしてほしいだろうなということでさっと動ける、まあ、行動力があるすぐに動ける人ですねそして2つ目変なな見えとプライドがない人ですこの変な見えとプライドがある人は本当に厄介でしてなんか見た目ばっかり気になったり中身が伴わないとか要は売上だけ上がってるからいいだろうって売上ばっかり見ていて利益を見ないとかそういう変な見えとプライドがある人はビジネスは伸びにくいのかなと思います。で伸びる人はもちろんその自分の仕事 ことのやり方とかこだわりはあるんです。でも素直な方が多い気がします。もしくはこれ。 こここだわりかっっててて譲れないいけどもここはじゃあ改善してみようっていう方でやっぱりこうすぐにね人のために動けるもしくは行動力がある臨機応変に動けるような人が成功する人の特徴かなと思いますなんかねあ多分当たり前のことなんだと思いますよ言ってしまったらでもその当たり前のことが意外とできない人が多いのでそこで小さなことなんですけど差別化ができますよという意味でもありますもちろんこれ以外にも成功する人の特徴あると思うんですけど今日はねこういう本当に基本的なベースを紹介しましたはいでポイントなんですけどやはりビジネスというのは やることをやらないでいいとこ取りはできないよってことですみんなやることをやっていますうまくいっている人ほどやっぱり圧倒的に工夫をしていたり考えていたり時間投下をしていたりっていうのはしています楽して儲けてる人っていうのはいないんじゃないかなと思いますねで逆の立場で考えてみてくださいもし自分の立場だったら開業届確定申告税金支払ってませんきちんとしてるって人に自分の大事な仕事を依頼しようと思いますか私だったら絶対に確定申 確定申告していない人、税金を払っていない人、確定申告をしない人、要はそういうことをしていない人に仕事は絶対依頼したくないんですし、要は自分の支払った対価をないがしろにしているというか、きちんとした後処理をせずにビジネスをしているっていう人になると思うんですね。私はそういう人には仕事を頼もうとは思いません。なので逆の立場で考えてみてください。こうね、しっかりとルールにのっとってみんながやっていることをしないでいいとこだけ取ろうっていうのはさすがにちょっと虫が良すぎるんではないでしょうか。そして そういうい方営業に騙されないように気をつけてください。要はカモリストに乗らないように気をつけてくださいっていうことです。今のような、ね、ことをね あの無意識にしてる方って簡単に儲かる話とか売り上げが何倍にもなるとか23ヶ月であっという間になんちゃらみたいな売り文句に弱いんですよなのでそういうものに騙されないように気をつけてくださいでね高額な、ね、金額を払ってあなんか全然高価な方とか騙されたっていうふうになってしまうとでそのお金があれば他のことに投資ができたのにってなりますのでこういう営業にはこういう方騙されないように気をつけてください。というわけで本日はやや辛めの内容に になっておりますが耳が痛い人もいたかと思いますけどもあの事実ですのでやっぱりビジネスをやるからには腹をくくってねしっかりやっていくぞっていうやっぱり意気込みが必要ですしまあ、圧倒的な行動量作業量は成功の秘訣だと思いますですので本日のポイントはやりことやらないでねいいとこ取りはビジネスはできませんよっていうことが分かればいいかと思いますはいそれではぜひぜひチャンネル登録お願いしますいいねボタンやコメントや感想をいただけると励みになりますのでぜひよろしくお願いします私は YouTube 以外に Instagram、Twitter はい、TikTok もやっていますのでぜひぜひ概要欄から飛べるようになっていますのでチェックの方お願いしますそしてオンラインサロンを運営しています税理士川南の会議室オンライン上で税理士を見方見つけよう顧問料に比べたら圧倒的に安い値段の月額制の完全会議さえメンバーになると相談や質問がいつでもすることができます普段でしたら、えー、料金表で私相談1時間1万円の料金なんですけどメンバーになると好きな時にオンライン上で質問相談がすることができますこれが1つ目のメリットですまた2つ目のメリットは税理士の裏側 を公開していますビジネスのね、私が普段しているビジネスマインドとか、えー、YouTube、TikTok、SNS の使い方の裏舞台だったりとか、まあ、税金情報、新しい改正がされたよとかいうね、あと補助金情報などもオンラインサロンだけに投げておりますので、こちらオンラインサロン入りたいなという方は概要欄に URL 貼ってますので、そちらの方からチェックお願いします。オンラインサロンでは定期的に Zoom サロンというのを開催しています。要は Zoom 上で私と他のメンバーさんと交流をすることができて、情報交換ができたり、横のつながりができる。 会になっております。そういういいい。ののののが3つ目のメリットかなと思いますので、ぜひオンンンラインサロンの方を検討してみてみくださいそれでは本日の動画は以上になります。今日はねビジネスの大きな勘違いということでちょっとね耳が痛い内容だったかもしれませんけど、まあ、ビジネスで成功する人うまくいってる人はどういうことを結局しているのかについて動画で解説させていただきました。それではまたの動画でお会いしましょう。ゼイリシ川南でした。またねー。